パンで撮影した高速で走行するレーシングカーパンは映像の撮影技法の一つでカメラを固定したままフレーミングを水平方向や垂直方向に移動させる技術。競技のパンは水平方向の移動のみを指し、その場合垂直方向のそれはティルトと呼ばれる。パンニングとも呼ばれる。語源はパノラマ。1900年のパリバンパクにおいて エジソンマニファクチャリングカンパニーより派遣されたジェームズ・ H ・ホワイトは120度ほどのパンを駆使した撮影に初めて成功しこの技法をパノラマと命名するパノラマ・オブ・エッフェルタワー移動中の被写体を撮影する場合にパンが用いられるが静止中であってもフレームに収まりきらない被写体を撮影する際にも使用される CG やアニメなどの 撮影を伴わない映像においても、パンという表現は使用される。同じシーンに対して、同様のパンを3回連続で行う演出方法は、アニメ作品、明日の情において多用され、現代アニメにおいて典型的な演出手法となっている。この手法は俗に、三段パンと呼ばれる。写真の場合でも、移動する被写体を追いながら撮影すれば、カメラの向きを振ることになり、 その操作も、バンと呼ぶ。固定したカメラで移動する被写体をフレーミングで追従し撮影することを、フォローパンと呼ぶ。これに対して、被写体と共にカメラそのものが移動する撮影手法は、ドリー撮影と呼び、その際にカメラを乗せる台車をドリーと呼ぶ。ドリーには、カメラを三脚ごと乗せる Y の字型のものや、テレビ局のスタジオで局用カメラを乗せる。 ペデスタルドリーなどがある。ペデスタルドリーはカメラを固定したスタンドに車輪をつけた構造。また、カメラを固定して動かさない撮影技法をフィックスと呼ぶが仮に三脚に乗せてもカメラが首を振ればパンである。ありがとうございます。